との3曲です。ドラマ急走、親は萩原に変わっています。ああこれはいい手きましたね。ああ頭できたのも嬉しいじゃないですか。そうなんですよ、今の手って頭結構苦労しちゃう時ありますからね。その通りです。ごちそうさまです。ただ小林さんも良かったですね。トーンありましたね、はい、だしドラさんですよね。え赤ドラドラですよね。本当だ、俺はトーンを泣けたら一直線に行ける。岡田はおたかぜおたかぜなんですよね。いやペイがあペイじかぜですね。はい、じかぜか。あじゃあペン賛否のとこだけですもんね、はい、一気に岡田さんが一番上がりには近そう。なるほど、あとはこのペイとトンがどういう順番で出てくるか。もうどっちも出るぞ。ペイ泣くか。泣くでしょうね。泣いた。悲しいもんね。さあ岡田ここはペイをポンしていいシャンテン。萩原この手を流されてたまるか。いいシャン、ヤンシャンテン。でもなんでいますね。ポンだ。ポンテン。テンパイペン三品あっという間。これは萩原と小林のチャンス手を粉砕するか。クラッシャーさやか。これはあっという間ですよ。この先点は価値めちゃくちゃ高いですね。高い。高宮さんもいい点になってきてますからね。いやーこれは萩原の1万2000、小林の8000、そして高宮の5-2クラスの手をまとめて壊すかもしれない。ペン三品は動いたのは飛んださんですね。ドラさんですもんね。さあ動いていく。さあ両サイド仕掛けに挟まれた高宮と萩原。さあいいとこ引いたぞ。まだすぐ出る人たちがいないんで三品は。そうですね、はい、時間はかかりそうですね。めめめめ、いやこれもう数ピン打つもあるからな。老僧か数ピンですか。今頭がない形にまた変わりましたね。そうですね、はい、老僧打っていく。これは萩原さんの最高打点の2343色とかを見る、3453色を見る数ピン残しですね。なるほど、一応聞いておきます、はい、チーしますかね。しない。これですよ、リャンソー。しない、しない、どうだ、しない、しない、はい、見向きもせずあっという間にその山に手を伸ばす。来てるね、だあなた来てるね。あーリャンソーだ。三山チー追いついたね。ただ小林も行く。岡田どうしますかね。いや安全牌ないんでしばらくは行くと思います。あ今 E ピンが1枚通りましたか。 E ピン1枚だけだったらね降りれない。なるほど、行くでしょう。これはね U ピンはねしかも押しやすいんですよね。なぜですか。あの U ピン打った後の E ピンリャンピンって打ちやすくなるんで、はい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 、押した後の降りる選択もできやすくなるんで。きた関数層ある、ね、高いよ。2山、2山、さあ 1枚だけ。これ今なら数層打っちゃうかもしれませんね。まだ岡田も神谷さんはなんかみんな来てるからな。初になるかな。うーん、さよなら、ね、私はおります。任せます。皆さんリャンソー対ペン三品対関数層。リャンソーが一番多い。リャンソーが一番多いですか、はい、あー両面になったよ。シーソー、シーソーが3枚増えた。爆増え、はい、4枚4枚1から4爆増えです。爆増とでも言おうか。岡田さん、あーローピン通ったのか。難しい。ローピン通ると難しいんですけど、岡田さんもうすぐやめそうです。 E ピン2ピン3増って打てるようになったんで。はい、あーローピンは通ってるんですけど9ピンぐらい打つかちょっと考えてますけど、ローピン打ちそう。ションパイの筋、うん、ローピンになるかな。丁寧に ローピンになりそうかな。自分の手もね、ローピンが4枚見えてリャンパーピンっていうのが強くなったんですけど。あー9ピンいった。9ピン強くいきましたね。3ピンもまだこれ2枚あるんですよね。あります。でリャンソーが3枚でスチソーが4枚。確かに岡田はもういつでもやめるルートがある。いや結構いるんだけどなみんな。いや小林の押しも強いぞ。何はポンされてる。はい、リャンソーだ。いやこれねでもね本当止まると思ったんですよね。やめそうですね。3枚順目ギリギリですね。2人いるんで。はい、3枚っていうのは安全牌ですね。2ピン、E ピン、3増とやめです。ぴったり止まった。お見事。
小林はこれでも引かないですよね。こっちは打点的にも小林さんは降りないですね、はい。さあこれで萩原両走へ1枚減ってウーソーが2枚、スッチーソーはスーソーが1枚とチーソーが3枚、2対4、2対3。いやでもこれ茨城になってきましたけど、数万が中筋になってるのか。大丈夫ですね、数万になりそうなんで、岡田さんはもう3走数万数万っていうルートですね。ウーソードラ、うん、これでチートイツでも粘れなくなりましたね。はい、高見もここでギブアップか、ローピン切り。あれ天敗、ただこれリアンソー振り点ですもんね、うん、先にここはでも3層じゃなくて数万いきましたね。数万はおそらくどうせいくんですよね、切んなきゃいけなくなりそうなんで、3層打った後に、はい、うんうんうん、でもこの数万さえ打って3層打たなければ天敗あるいは自分の上がりも取れそうなんで、ギリギリの選択だと思いますね。同じ、あ、まあでも酸素は確実な現物とも言えたけど、はい、チーソーがねくっついたらリャンウソで復活する可能性もあるんで、はい、うん、ローピンが今4枚見えたんでちょっと悩んでますけどもやめますね。うん、さあこれで2対3ですか。結構いますね、この時点での5枚ならね十分に決着もありそうな状況。チーピンチーピンでいいシャンテンですけど粘れる、しかもチーピンになりそうなノーチャンス、ウーマも中筋なんで、いっぱいでも補充しないように。お、ローソー、これは萩原に通きますね。ファーソー自身からワンチャンスですが6球、そうですね、はい、まだ粘れてるな。しかもこれローソー打ったんでチーピンでの上がりもね見てるってことですからね。うーん、ヤンソー引いたら勝負ですよ。いや引かない。いやー深い順目に入っています。まだ2人合わせて5枚。おー、リーチだ。うわー、ね、これで1枚減った。チーピンというまんは？チーピン1枚持たれてましたよね。チーピン1枚1枚ある。うわー、ガラスハイ。4000オール。リーチスモ、タンヤオ、赤、裏、4000オール、萩原。いや、ここは小林が有利なめくれに入っていましたが、気合一発4000オール。